こんにちは、コストコガイドの浜美です。本日はコストコで購入したレイニアチェリーをご紹介します。子供たちが美味しくてバクバク食べちゃって、今ちょっと映しているレイニアチェリーはこんな感じでスカスカなんですが、購入時はもうギリギリまでたっぷり入ってます。こちらはアメリカンチェリーの一種なのですが、一般的に知られている濃い紫色のアメリカンチェリーより淡い色ですよね。カップがこんな感じです。すごい可愛い色してますよね。実は こちらのレイニアチェリー、販売期間がとっても短くって貴重なチェリーなんです。というのも収穫量がもともと少なくて、取れる期間も短く、市場に出回る量も少ないので、ネットでは1キロ7000円以上するお店もあるんです。それがコストコではこちら1パック900グラム入っていて、1898円で購入することができました。すっごい安いですよね。ただコストコでの価格にも値動きがあって、出始めの頃は2500円ぐらい超えなこともあったんですけど、徐々に値段が下がっていく傾向にあります。産地も出始めはカリフォルニア産で、徐々にワシントン州産へ切り替わっています。すっごく人気なので、売り切れるのもとっても早い商品です。一粒が大粒で直径約3センチぐらいあるものもあります。ではいただいてみます。皮がパリッとしてて、中がジューシーで美味しいです。甘みもすごく強いんですよね。一般的なアメリカンチェリーよりも甘みが強くて、日本で高級品種とされている佐藤錦とも並ぶ美味しさではないかというふうに言われています。半分に切ったもののアップがこちらです。すごいみずみずしくって本当に美味しいんですよね。子供たちもすごい勢いで食べてます。ただちょっとこっそり言っちゃうと、物によってはそこまで甘くないんじゃないかなというのもあるので、ちょっとどれを選んだかっていうのの運もあるかもしれませんね。レイニアチェリーに限らず、果物って結構美味しいな、今年美味しいなっていうのと、あ、ちょっと今年いまいちかなっていう風な当たり外れがあると思うので、そういった感じかなと思います。期間が短くってとってもレアな商品なので、コストコで見かけたらぜひチェックしてみてくださいね。ブログレビューでは鮮度の良いレイニアチェリーの見分け方や保存方法などもご紹介しています。概要欄に URL を貼っておくので、よろしかったらご参考にしてみてください。以上、レイニアチェリーのレポートでした。私はコストコブログをやっていて、ブログではコストコのお得情報や商品レビュー、活用テクなどを載せています。 Twitter やインスタでもコストコ情報を発信していますので、よかったら覗いてみてくださいね。ではバイバーイ。